ロミオ役の菅田将暉です。ロミオとジュリエットのロミオ役で、今回蜷川さんの作品に参加できることを本当に心から光栄に思っています。すごく嬉しいです。もちろん幸せなだけでなく、これから戦っていく中でいろんなことがあると思いますけれども、周りの同世代の役者さんたちも含め、先輩方も含めて、また新しいロミオとジュリエットが僕らで作れればなと思います。ロミオはジュリエットに恋をして、でその恋をきっかけにロミオと周りの人間の人生が大きく変わっていく物語です。その二人の本当に恋を、純粋に若さと勢いと、その疾走感を、今回蜷川さんの演出でどうなっていくのかがすごく楽しみです。そして今回のロミオとジュリエットは、全員キャストが男性ということで、そのオールメールという形式で、作品を作っていきます。そのジュリエット役に、月川さんは今まで蜷川さん のオールメールシリーズの過去を担ってきた方なので、本当に心強く、そして美しく、胸を借りるつもりで頑張っていきたいと思います。多くの先輩方と、同世代の役者の皆様と、あとは蜷川さん含め、たくさんお力を貸してくださるスタッフの皆様と、これからロミオとジュリエットを新しい何か力強く熱い、そして愛情にあふれているロミオとジュリエットを作れるように、ロミオとして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。8月7日から24日まで、彩の国埼玉芸術劇場ショーホール、蜷川シェイクスピアレジェンド第1弾ロミオとジュリエット、劇場でお待ちしています。